お疲れ様です。行こうか。参りましょ。任せて。出撃です。頑張ってください。本日もよろしくお願いいたします。来るぞ、ひるむな。
を逃すな。準備万端でございます。この間はっ。
撃です。やりましたね。さあ、帰りましょう。久しぶりね、秋水。3年ぶりになりますか、リンネさん。全然顔を見せないから死んだかと思ったわ。相変わらず見果てぬ夢を追っているのかしら。ねえ、僕の命が続く限りそれは変わりません。やれやれ、バカね、あなたも。こんにちは。どうしました、そんなに驚いた顔をされて。そうね、戦友ってとこかしら。私も秋水も北の生き残りよ。聞いたことくらいあるでしょ、見捨てられた北の地のこと。詳しく話を聞きたい。あなたも物好きね。そうね、話してあげたら、秋水。僕が？そうですね。では一通の命令書の話をしましょう。大曲時で最初の敵は北の地の北端に出現したのはご存知ですか。異形の塔をより城に出現した鬼がその地に鬼門を開いたんです。そこから続々と鬼が現れ、付近の人里は次々に異界に飲まれていました。時を同じくして北の地の各里にある命令書が届けられたのです。北の地の頭は精鋭と神垣の巫女を連れて霊山に集結せよ。確かそんな内容だったかしら。そう、鬼が迫っていることを知っていたら
決して承服しなかったであろう命令です。しかし鬼の出現からまだ間がなく、状況に気づいている里は少なかったのです。北の地のお頭たちは何も知らず、まんまと霊山付近に呼び集められました。私も当時付き従っていたお頭と共に霊山に下ったわ。そして手薄になった北は鬼に食い破られた。その命令書を出したのが供養さんです。どうやってかはわからないけど、供養は敵の戦力を正確に把握していたようね。北の地を放棄して防衛線を下げなければ、万が一にも勝機はないと供養は判断した。そこで素知らぬ顔で命令書を出して戦力の中核を前線から遠ざけた。中津国に戦力を集結して鬼を迎え撃つために。そして僕たちは北に取り残された。そこから先はあまり楽しい話ではないので省きましょう。最終的に僕は結界石の洞窟を通って、かろうじて中津国付近まで脱出しました。逆にリンネさんたちは北を救おうと北進し、不知火の里の近くに陣を張っていました。そこで歴と秋水を拾ったというわけ。なかなか素敵な出会いだったわよ、秋水。僕も久方ぶりに人と出会えて嬉しかったですよ。というわけで、供養さんは危険な方です。夢夢気を許さないようお気をつけください。あれだけ恨みを買っても平然としてるのは大した胆力だけど。じゃあ私はそろそろ行くわ。またね、二人とも。